薬剤師は医薬品全般について幅広い知識を持つ薬の専門家です。島根県立中央病院には現在34人の薬剤師がいます。多くの人が通常の薬剤業務を行いながら専門薬剤師、認定薬剤師の資格を取得し活躍しています。薬剤師の須山雄平さんに話を聞きました。正確な情報をやっぱ伝えることを心がけています。お薬の説明ですとかの相談を受けることがあるんですけども、そこで誤った情報を伝えてしまいますと医療事故につながる恐れもあります。正確な情報を伝えるよう日頃から心がけています。薬剤師は医師が作成した処方箋に基づいて薬を調剤します。その処方内容が患者に適した量や飲み方であるか確認することも重要な作業です。こちらは無菌室です。無菌室では手術や特別な治療に必要な薬を製剤しています。医師からの要望に対して市販されていない製剤を調整することもあります。お薬の方が7日分になってます。また薬の正しい使用法を説明する服薬指導や患者が入院するときに持参した薬の確認も行います。医療現場ではさまざまなチームが業務を行っていて、薬剤師も積極的に参加しています。このうち体の痛みや精神的な苦痛を和らげ支援する緩和ケアチームには4人の薬剤師が関わっています。痛みの軽減には薬物療法の占める割合が高く、薬剤師の存在は不可欠です。緩和ケアチームのカンファレンスでは、薬剤師の視点から患者の訴えや検査値、副作用の状況を把握し、薬物療法のさまざまな提案を行っています。肝臓が悪いからこういったお薬とか、腎臓が悪いからこういったお薬の方がいいんじゃないかっていうところを、先生のところには提案させてもらっています。がんの方で首に痛みがある方だったんですけども、粉を飲んでたんですけども、他の別の錠剤のお薬、水で飲むことでこう上に向かなくても飲めるようになったということで、飲みやすくなったということで、痛み止めを使いやすくなったとも喜んでもらえた。患者には正確な情報を伝えることを心がけている須山さん。日々忙しい業務の中、気分転換は？学生の頃からの作家をしています。現在なかなかコロナ禍で活動はできてないんですけども、当院の方にもサッカー同好会というのがあります。情報交換できたりですとか、日常の業務が行いやすくなったりもあります。ですのでそういった運動面もそうなんですけども、交流の場としても今サッカーを続けています。最後に今後の目標について聞きました。オピオロスイッチング換算表といった情報をまとめて、医療者の方が薬剤を適正に使用してもらえるような情報発信も行っています。緩和ケアの必要と疾患の方を増えつけています。そういった疾患一つ一つに対して薬剤師として何ができるかというところを考え、患者さんともお話をさせてもらいながら薬剤療法の支援ができればなと思っています。